八木美子は、日本のフリーアナウンサー。山口県下関市出身。山口県下関市出身。山口県立下関中等教育学校卒業。東海大学文学部ヨーロッパ文明学科を主席で、卒業後、2016年に、山口放送に入社。テレビ朝日安く出身。2017年10月から退社まで、暗い爽やかモーニングのキャスターを担当。 2018年12月1日、周南警察署1日警察署長を務めた。2019年9月24日、豊富市交通安全大会にて、豊富警察署1日警察署長を務めた。2020年1月10日、山口県警察1日通信司令官に任命され、啓発イベントに参加して適切な110番の利用を呼びかけた。 2020年3月27日に山口放送を退社。2020年5月に広島ホームテレビにアナウンサーとして入社。2020年10月より初の冠番組ヤギウマサンデーの司会を務めた。2021年7月31日付で家族の都合で東京都に居住するため広島ホームテレビを退社。千二十一年九月十九日の ヤギウマサンデー最終回に司会として復帰。フリーになって干されていましたと自虐ギャグを披露した。大学時代にミス、東海大学に選出される。大学時代はモデル活動をしており、事務所に所属していた。特技は習字。趣味は漫画、アイドル、ダンス、ジャッキー・チェンの映画。もっと丁寧にもっと楽しくをモットーにしている。 平家踊りを踊ることができる。ダッフィーと名付けたトイプードルを飼っている愛犬家である。ありがとうございます。